では今日のスターティングメンバー確認していきます。こちら秋田のスターティングメンバーです。ゴールキーパー囲い、最終ライン斉藤隆司、阿部、川野、飯尾、そして今日は右サイドハーフに高田を予想しています。ボランチ藤山と田中、左に水谷、2トップ青木と梶谷の2人です。こちら金沢の予想メンバーです。ゴールキーパー白井、最終ライン小島、庄司、宋、長峰、そしてボランチは藤村と梶浦、右に石原、左に加藤、2トップ杉浦と林の2人です。全数通算300試合出場、小柳に対して今家族から花束が渡されました、うん、まあ、立派な数字ですよね。もうすごいと思いますよ、300試合、はい、そのボックス型の相手に対してはどのようなところをついていけばいいでしょう。あのサイドバックのところをやっぱりサイド、あのやっぱりこう、まあ、あ、さあここ奪い返して水谷、うん、ここはそれていきます。当然あのサイド攻撃は有効になってくると思うんですね、はい、相手秋田の状態をよく見てるなという柳田監督のやっぱり考え方が出てるゲームですね今のところ、はい、そして梶谷がボールキープ、中から流し込もうとするようなボールでしたけれども、ここはそれていきました。先ほどは孫と その同級生同士のマッチアップを見られた梶谷です、うん、オーバーアップしてきましたね、サイドバックがね、はい、高い位置取りました。ここ高い位置を取ったところから、はい、もう中3枚揃ってますよ。中3枚低いボールを入れて、ここ林が浮かせたボール、ここはまだ杉浦、しかし囲い、ナイスキーパー、まだありますよ、まだある、おこのヘッドはサイドネット、いやシュートも素晴らしかったけども、囲いが止めました。素晴らしいキーパー、ここねクロスボール入ってきて、はい、低いボール入ってよくねこれをね林が粘ってくれましたよね。で落ち着いてもうこれ入ったと思いましたもんね。今あのファールしたファールがねチャージした瞬間、はい、倒れた瞬間倒れてんじゃねえみたいな感じだったですね。はい、そうはね、バチバチの同級生対決です。さあここで流していって、この位置からのシュート、囲いがまたもナイスキーパー、シュートも素晴らしい、加藤のシュートを止めました。前半だけでこれで2つ金沢のシュートを防いだことになります。加藤セットプレーのチャンス、水谷巻いてくるボールですが、こぼれ球のところ、まだ繋がるか、もう一度立て直してこの位置からのシュート、これはシュートブロッカー、カウンターですよ。さあカウンター、うわ、得意なカウンター、さあ林が上がっていく、林が上がっていく、よく体を入れて阿部、いや林もよくトライした、しかし本当に目の離せないこのカウンター。さあここ斉藤隆司上げていってファーサイド、うん、ここには飯尾がいます、チャンスですよ。さあ飯尾が上げたボール、梶谷コントロールをして、さあこの最後の、崩せますよ、最後のチャンス生かせるか、秋田前半です、うん、その佳境、大きなシュートは枠を取られません。そして長いホイッスルです、まあ、そのためには自分のキックの質を上げなければいけない、そう話していました。大外ですね。さあ大外ファーサイドのところ、ここ来た、ここで、ここは白井ナイスセーブ、いやー白井素晴らしい、シンプルに上げてきましたが、ここはこの位置から阿部のシュート、枠を捉えることができません。こぼれたところからの、まあ、ニアに入れて、すらしたいところだったんでしょうね、はい、そしてこれもう一つ落ちてくるまで我慢すればっていうところ、当てるの前ですからね。そしてセンターバックでは庄司も187センチ、大外だ、大外、ここのところかっこいい、またも防ぎました、囲い失点を食い止めている囲い、ね、てっきりね、長打狙ってくるかと思ったんですけどもね。三上と長峰の競り合い、このボール秋田収めて中、飯尾は攻めるか、勝負に行ったが、シュートはされていきます。吉田夢樹から、あ、空いてますよ真ん中、三上空いてますよ、中を見るか、角度をつけて下げます、高田仕掛けていく、高田のボール、ここ触っていたが、ね、いや、ゴールキックですね、ゴールキックですね、秋田の選手が触っていました、今
吉田だったスカーだった最後、はい、最後吉田のようにも見えましたが、ラストプレーとなるか、沖縄のフリーキック。さあこのボール、柔らかいボールですが、下に弾いて、ここでラガイホイッスル。いやー、白井最高なパーティングしましたね。キーパーセービングですね。最後は立ちはだかったのは白井だったですね。難しいボールに対してのパンチング、秋田と金沢痛み分け、0対0、スコアレスドローです。もう 両キーパーがすごかった。囲い白井、本当にこれで数点を両チーム防いでますよね。ましたね。